ホラクルカードを使った占い師をしていますともかと言います私のブログの中から一つ選んで読み上げていくこの youtube 番組今回で15回目になりますどうぞよろしくお願いいたします自然に来る流れに身を任せる生き方の方がいいと思う流れをコントロールすることなんてできないし 受け身の方ががいい気がします、今は何が起こるかわからない時代ずっと先のことを考えて動くんじゃなくてたとえ先のことを考えるにしても12ヶ月先ぐらいの短さで想定外のことが起きてもすぐに対応できるようにとりあえず目の前にあることを丁寧にこなしていく。 自分で流れを起こそうとするのではなくて、流れに身を任せる方が今は楽だと思いますよ。ご静聴どうもありがとうございました。よかったらチャンネル登録していただけたら嬉しいです。ともかでした。